こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は FBA 納品設定、ね、最近なんかシステムを変えたみたくて、すんごい、なんか一瞬これどうすんのというね、今までと違う、納品設定に変わってます。これ新しいの使ったからといってね、まあ、別にいいことなさそうなんで、まあ、操作が面倒なんでね、この古いのに戻して、まあ、おそらくね、多分使いにくいって言って元のに戻る可能性もあるんで、新しい操作はね、もう古いの使えなくなってから、覚えた方がいいです。ね、新しい操作出てきたけど元に戻るってよくあることなんでね。で、FBA 納品設定の上の方にこうやってね、ブルーのマウスで、なんか書いてあると。で、その下の方にね、このオールドワークフローというね、リンクがありますんで、それをクリックすると元の設定に戻せます。で、こんな風にね、アンケートが出てきますけど、まあ、別にこのアンケート答えずそのままね、このサブミットを押しちゃって元に戻して大丈夫です。またね、この画面と違うこれでいいのかなと、あるいはね、確認のため、これでいいんでしょうかという形でね、ご質問があったらお気軽にご質問ください。何しろ、FBA 納品設定、久しぶりに作ろうと、ね、やるとして、戸惑ってる、会員さん結構何人かいらっしゃいましたんでね、元に戻して納品設定作りましょう。Amazon サポーター、堀秀夫でした。